はい、どうもゲームナックのうくらでーす。はい、ゲームナックのつぶさきでーす。クイズノックでもありというね。クイズノックでもありね、はい、パズル王なら超難関パズルゲーム高速でクリアできるのかー、イエーイということで、ババアイショーです。ババイズユー、難しいでしょ。難しいことで有名、はい、もうみんなが積んでることで有名、うん、そうですよ。僕も積んでる、僕も積んでるということで、ババイズユー、すでにこうちゃん、河村さんがやってるんで、皆さんルールはご存知だということで、今回はなんか裏面っぽいところがあるらしい、はい、難易度高いステージに挑戦して、でかついかに早く解けるかと、はい、これさ、1個解くのに2時間ぐらいかかるやつあるでしょ。かるあ、どれくらいやったことあるんですか、このゲーム。積んでるって言いましたけど、あの本当に裏面に入ったところ で、 あ、裏面に入るところでもういいやつ。だから本当にちょうど積んでるところから。ああ、なるほど、ちょうど積んでるところから、うん、なるほどね。僕よりはだいぶやってますね、はい、とりあえず数値化やってみましょう。はい、そのちょうどよく、これがね、はい、見たことある、はい、はい、これやりました、やりました。で、これどっから行くんですか。めっちゃネタバレだけどね、うん、右下にね、行くとここになんかこんなこと書いてあって、あ、はい、このステージ自体がコースだったんですかみたいな。どネタバレだ。初めて知った。初めて知ったんだが、で、フラッグイズウィンって書いてるからこれを取ると、はい、コングラチュレーションズなって、こっちに行きます。うわうわ、初めて知った。初めて知った。ということで、皆さんはもうネタバレ食らいましたが、なんか1話もやってるネタになってるんで、確かに2からいきますか。はい。エラー。このステージごとにね、結構ギミックがだんだん増えるからね、わかんない。ベルカン。ベルカン。何、ベルカン。ババイズユーって書いてある。この、まず角を見るのが一番大事。ウォールイズ、これは絶対変えられないから。はい、で、フラッグ、壁は取れない。はい。フラッグどこにあんの。フラッグないな。これ怪しいな、これ怪しいな。確かに動かせるじゃん。ハート、ハート何、ハート何、ハート通り抜ける。ああ、これだから文字はね、あのこのゲーム唯一テキストイズプッシュだけどこにも書かれてないんですけど、文字はあーあー、じゃあ分かった分かった分かった。フラッグをラブにすれば勝ってるんだよ、うん、だから F is、 F is ってないやん。違う、ラブが作れる、 LOVE が作れる。あー、 LOVE、 ラブイズ B にできたらいいけど、ラブイズできるの、そんなこと。でもラブは確かにできるな。ラブはできますね。で、これが引っ掛けなことある？いや、ないでしょ。ベルカムを勝手にラブにするっていう、結構一個ね、トピの発想したよ、もう。そうだね。このね、ババイズユーってなんかね、突飛な発想大体2個で1ステージなんですよ。そうだね、そう、突飛な発想2個しないといけないのが結構きついんですよね。ラブイズユーにしちゃう、もしかして。はあ、はあ、いや、それしたところでか。まあ、やり返ってみますか、ラブイズユー。縦向きに作るか、イズをそこに置いて。本当に反応すんのかな。ラテン文字をさ、縦書きしてることをさ、うん、大声の人たちはどういう気持ちで見るのか。確かに。わお、ああで、それで、それで、それでどうやってハートの中に入るの。ハートは中に入るの。そうだね、ババイズフラッグは縦に作れるよね。ババイズフラッグは作れる、作れる。ラブイズユーにしてから、うん、ババイズフラッグにしたらいいんじゃない。おーおー、ね、賢っ。それでは正解。つまりこの状態で、はい、こっちはもう切って外して、でこいつだけ使えるんです。はい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 、はい、でイズを持ってきて、あ、そうだ、余ってイズを持ってきて、はめ込んで、どうすればいいんだ。そこね、そこで押して、こう来て、押して入れて、でこれで辛くなって、きた、はい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 、来ました。楽勝じゃない。まあまあ、すごいね。結構変わった、結構変わった。はいはいはい、いいです。なるじゃん。こういう感じでやっていくわ。こういう感じですね。そう、ウィンのやつに自分が触ればクリアとね、いうことね。うわー、出た出た、ババイズユーか。ちょっと待って、なんか死んだけど、はい、よく見ましょう。まず右上にアイスイズユーがあるから、左下のあのアイスが僕なんですね。だから右にやるとババイズディフィートがすぐできちゃって、あー、なるほどね。で、右にフラッグイズウィンがあって、ババイズユーがあって、ケケイズプッシュ、ケケはあ上にある、あの、はい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 、で
フラッグ&ババ&ケケイズウィーク。ウィーク。弱いんですかね。ボロボロになっちゃうやつね。え、そんなのあったっけ？え、あったよ。覚えてない。あったよ。あったよ。じゃあ、ケケ触りに行ったら、じゃあ、上行って、左寄せば。あ、これプッシュだから、プッシュの時はプッシュが優先されるんだけど、で要は、フラッグイズインなんだけど、うん、右に1回でも行っちゃうと終わり、アイスがあるから、うん、っていうことは、ケケイズムーブにすればええやん、するしかないね、うん、これでよくない？あ、そっち行っちゃった。左右に動いてほしい、左右に。じゃあ1回やり直しますか、これ。そうなのよ、上下に動いてても、アイスイズユーが永遠に、アイスイズユーを解除すればできますよね。だからもう今ね、右ボタンが絶対に押せなくて、そう、上下左だけでやってる状態。そう、一回右に、一回左に行ったらもう永久に右には来れません。あ、そうだ、ウィークだから、ババはウィークだから、壁にぶつかったんだから、そう、あ、これで横向きになった。え、あ、じゃあもう勝ったやん。いや、それでムーブそこでよくて、ああ、上から押せば、ああ、で、これで待ってるとアイスイーズが外れて、イエーイ、はいはい、あ、それもダメなんですか。あ、それもダメと、それもダメなんですか。ウィークな状態だと取れないと。ケケイズアイスにしてアイスイーズ U にしたらアイスが動くようになって、別にババイズディフィートだろうが関係ないから、 あ、死んじゃった。ケケイズアイスにして、アイスにして、シーズンはウィークだから、ウィークすぎる、壁にぶつかっただけで消滅してしまいます。下、アイスイズユーにする。なるほどね。ああ。なんで？あ、フラッグもウィークだ。本当だ。ってことは、ってことは、ちょっと多いんだよな、マジでリミットが。ってことは、ケケイズウィンにしたらいける？でもケケもウィークだよ。ウィーク同士ってどうなの？あ、ウィーク同士？ウィーク同士の挙動実は知らない。確かに。で、一回やってみましょう。はい。はい。はい、これで、あ、ダメだ。あ、追消滅。追消滅しちゃいました。だからウィークじゃないものとウィークじゃないものをくっつけるしかない。けどケケはウィークだ。フラッグ、ババ、ケケは全部ウィークであるのはもう変えられないので、うん、アイスを U、かつウィンにすれば、まあ、え、じゃあフラッグイズウィン下から押せば、あ、下から押せないんだっけ、下から押せるよ、押したら、で、そのそこにアイスイズウィン、アイスイズ U って作ればよくない？アイスイズウィンでアイスイズ U、 なるほど。そう、あれ、まずケケイズアイスにしないとダメだけど、え、自分がウィンになった場合ってどうなの？え、なんか即座にクリアじゃなかったっけ？あ、そうだ。じゃあこれでいけるじゃん。そう。え、で、アイスイズ、ケケイズアイス先に作らないと。え、だって。あ、あ、そうかそうか、そこにあるの。自分がウィンだ。確かに。勝ち抜け。はいはいはい。オッケー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 。あ、これなかなかいいんじゃないですか。なかなか早いんじゃない。なかなか早い。なかなか早い。どんどんいける。どんどんいける。いいですか？ミューフェンス。え？ミーンフェンス。平均のフェンス。まず左の固定されてるのがババイズユーと、ババフェイシングウォールイズエンプティだから、壁に面しているババは空である。どういうこと？壁に面してみてください。わあ、いなくなる。あ、なくなった。あ、もう全然そう。あ、なるほどなるほど。エンプティっていうのは存在がいないっていうことですね。じゃあやばいやん。で、クラウドイズストップだから壁は、あの壁、雲は取れない。え、だってもうそこ行ったらもう終了だよ。面するの？え、本当だ。え、そこから右にも行けないの？右とか左にも行けない。でも行くってなんだ。だから消えた後に左右に出せない。無理。まあ、あ、無理なんだ。操作してるけどこの絵が出るってことはできてない。内部的にできてるみたいなオチもないってことだね。え？あ、そっか。ウォールはストップじゃないから。ストップじゃない。ストップじゃないんだ。面してないまま通るにはこうじゃない？ダメなの。フェイスって何？フェイスって何？フェイシングだから、その中に入るとその次の壁にフェイスしてるから。ああ、そう、壁に向くと、壁の隣で向くとダメ。なるほどね。顔、ババの顔が顔の先に、これは大丈夫なの。顔の先にないから、これは、あっ、へーへー。勝ちましたな。なんだけど、で、結局、あ、それは、あ、それはだから、ウィンをまず左の、あの、
左ここまで行って、ああそうか、それでもいいのか。で、えでもフラッグも持ってくれるのか。買ったよ。フラッグ待って、フラッグが持っていけない。え持っていけるんじゃない？ウィンを左に持っていって。ああ。ああ。だからさっき右に出したのところ左に出す。なるほど。うん。だからこう来てこう来てこう来てこうですね。おお勝ちましたな。勝ちましたな。はい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 。爆速。はい来た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 。来ました。もう通り過ぎちゃってる。これは来ました。よしよし。もう真ん中真ん中。わあ56なら出てきた。そしたらこのスキルえそうなの。でレベル2になる。でもシンクしますけど。あシンクしないのか。そうそうそう。勝った？もしかして。こうして。おい。行きますか。アルティメットメイズです。アルティメイトですよ。アルティメイト。究極ですよ。左が。ケケ。うわ待って。やばいぞ。イズが言うなの？ちょっと見ていこうか。ケケノットオンヘッジ。つまりヘッジに乗ってないケケが。ないケケは動く。で今あるケケは乗ってるから動いてません。うん、でウォールイズストップでありシャットであると。はい。で、ヘッジはストップであると。はい。はい、で、下に来て、ロンリーフラッグはワードであると。ロンリーフラッグもワードだし、その右のウォール&ヘッジ&キーイズワードって書いてあるから、これが下に行くと、キー、じゃフラッグイズヘッジというテキストが完成する。やばと言っていて。やばこれ。これは、うわー、これ今ヘッジイズキーができましたね。なるほどね。はい、で、キーはプッシュで、で、右上が、ロンリーテキストイズユー。あそこに行けたらいいんだけど、うん、適当に行くと、なんかテキスト完成しちゃうから。うん、いけないよ。壊れた。あ、そうか、ケケは下に動くから、あれヘッジがヘッジじゃなくなると、その、ああレベルイズウィークになって、なるほど。終わってしまうんだ。ってことは、ヘッジはヘッジじゃなきゃいけない。そう。ヘッジイズホニャララを作った段階でもう、バケ。ヘッジイズキーとかもダメ。操作できるのは、フラッグオンテキストとロンリーテキスト。え、じゃあ、あそこどうやって操作するんだろう。フラッグイズウィンを操作するんだろう。フラッグイズウィンの文章を完成させる方法がわからん。壁がなんか変なものに変わるのは OK。あ、これ？それは別にケケが変わんないから。ヘッジが変わんなければ。確かに。まあ、ウォールがシャットじゃなくなるから。だからキーどうせるんでさっき。これなんだろう。あー、キーイズ。キーイズキーだから、キーはもう絶対変わんない。壁をキーの方、キーにした方がいい。フラッグの上にキーとか置けないですか？あ、置ける。え、これさ、これってフラッグオンテキストだよね。いや、でもテキストじゃなくてワードだから。ああ。言うじゃない。ああ。ああ。なるほど。なるほどね。一回重なると、フラッグオンテキストの方は U になるけど、ロンリーテキストじゃなくなるから。イズが？うん、イズがロンリーテキストじゃなくなるから、フラッグだけが U になって、これ今 U。ああ、そっかそっか、この、あれか、この、他の周りにある文字とかは、全部なんか黒い、なんかブロックみたいなの上に乗ってるから、ロンリーテキストじゃないんだ。いや、こうやって交代交代で進むことができちゃできますと。あ、でも それやったらもう、だって左上から入れますよ、キー、そもそも。確かに。ああ、ちょっと待って。ああ、ちょっと待って。ああ、フラッグ利用します。じゃあ、フラッグ出してきて。ガーッと。ああ、ああ。これで、わせわせと。で、下行って。ああ。1個はいける。1個はいけるけど意味ないね。1個はいけるっていうのは重大な情報になる場合が。キーを特定の位置に持っていってみたいな。ああ、まあそれはあり得るよ。で、お、開けられるじゃないですか。お、開けられる。あ、めちゃめちゃなんか進歩した感ありますよ、これ。あ、じゃあ、え、じゃあ、え、分かった？見てみる。さっきのルートに戻る。いや、でもこれは
これができちゃうから、だから壁をキーにすればいいやん。そうだ、こうしてこうか。今何が起きたかっていうと、はい、テキストがロンリーじゃなくなっちゃう。ここに入ると。あ、やば。でこれだと遠隔で押せてまだロンリーでも保っていられる。だから壁をキーにしてキーを右から押せばいいんだよ。でそれでそうしてで右から押せばいいんだよ。お、で、でこれを大回りしてでこれ払いのけでこう。おお、イエーイ、きた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 、最強。まあまあこれはなかなかなんじゃないでしょうか。結構新着としてはいいはず。新着としてはババイズユーデをこんだけやったら、このクソムズゲームをこんだけいけたらはい、ということで面白いと思った方はゲームナックのチャンネル登録、高評価、コメント、次にやってほしいゲームなど、パズローに解いてほしいパズルなど募集しております。はい、というわけで、またお会いしましょう。それではさよなら。さよなら。